ニートさん、今日もお願いします。お願いします。今日の質問は、はい、美容組合に入るメリットとデメリットを教えてくださいって質問です。はい、そうですね、メリットっていうのは、まあ、例えばそうですね、こう自分でカットしてる時とかですね、指を切ってしまったりとかってことありませんか？そういう時にですね、こう深くね指を切っちゃったりした時に、まあ、ある程度浅い傷だったら全然絆創膏とかでいいんですけど、深く切っちゃったりとかした時に病院とか行かないと厳しいみたいな事態になった時に、多分皆さんもあると思うんですけど、そういう時はそういう時のための保険、組合の保険みたいのがあるんですけど、そこに入れるっていうところがメリットの一つです。それで結構安い保険に入れるんで、そこら辺はメリットですね。あとはその講習会、その利用組合が行っている講習会に行けるっていうのと、もう一つは、まあ、その場、そういう講習の場とかもそうですし、そういう何て言うんですかね、集まり、利用組合の集まりみたいなのもあるんですよね、定期的に。そういうところで、まあ、情報交換ができるっていうこと、その業界内の、まあ、情報交換ができるっていうところですね。あと次に、その独立資金を借りやすいっていうところがあります。例えばお店を出すっていう時に、なかなかお金を集められない人ってもちろんいると思うんですよね。収入が今まで少なかったからあんまり貯められてないっていう人もいらっしゃると思うんですけど、そういう人は美容組合とかに入っておくと、その独立資金っていうのを、結構国からとか融資を受けやすいっていうメリットはあります。その4つですね。でデメリットっていうのは地域によってなんですけど、金額、そのカットの金額とか営業時間とか、そういうところの縛りが厳しいっていうところがあります。まあ、昔はすごい厳しくて、本当20年前、30年前ぐらいっていうのは、その料金を勝手に変えたりとか、その休みの定休日を勝手に変えるとか、営業時間をずらすとかっていうのを、すごいこう利用組合が監視というか厳しい目で見てて、ちょっと変えるだけですごい文句言ってきたりとか、まあちょっと聞いた話、うちのオーナーにがまあ30年前ぐらいとか床屋をやってたんですけど、石をこう投げられたりとかで、ガラスを割られたりとか、そういうことがあるぐらい好き勝手やると、そういうふうな、デメリットというかですかね、そういうことが起きたらしいんですけど、まあ、今ってそこまで多分厳しくないにしろ、多少のやっぱ地域によってはそういうのが厳しいところもあるっていうのは聞いたことがあります。でもう一つはそのさっきね、講習会とか、あと集まりとかでその情報交換する場があるよっていう話をさせてもらったんですけど、そこでですね、まあ、傷の舐め合いっていうか、足の引っ張り合いみたいな、例えばうちのお店も全然今儲かってないよとか、こんな、日本の工場景気不景気な状態だから、なんか全然お客さんも来ないし売り上げも上がんないよ、うちもみたいな、でこんなのも取り入れだけど全然うまくいかないよとか、そういうなんていうんですかね、ネガティブな情報をこう言い合うだけで、なんか全然こう得した情報というか、前向きな情報を得られないで終わるっていうことも、あります。でもう一つは、まあ、レベルの低い講習会というか、まあ、それ言っちゃうとちょっとかなり非難されちゃうと思うんですけど、なんていうんですかね、その美容室とかであれば、すごい高いレベルの講習がやってたりするんですよね、独自で。その組合じゃなくて、組合とは別でですね、その大手サロンとか、例えばそういうロンドンの、研修をしに行ってたりとか、そのアメリカに勉強しに行ってとか、そういう人が独自でそういう講習会とか開いてたりするんですけど、そういう方がよっぽどためになる講習っていっぱいあるんですよね、カット講習とか一つとっても。なのでちょっとその組合がやる講習っていうのは、僕の考えとしてちょっと質が悪い講習もちょっとあったり、まあ、もちろんいい講習もあるんですけど、そういうところがあるので、そこもちょっとデメリットに入ってしまうかなと思います。で、まあ、まとめますと、メリットは組合のその保険に入れる、もう一つは講習会がある、その次は情報交換ができる、その次は独立資金を借りやすいっていうところですね。でデメリットは、地域によって営業時間とか定休日とかその金額とかの縛りが厳しいっていうところと、もう一つは傷の舐め合いというか足の引っ張り合い、その ネガティブな情報交換になってしまうっていうところ。でもう一つはそのレベルの、まあ、低いというか、ちょっとその講習に変えによってですけど、
ちょっとレベルの低い講習会が行われているっていうところです。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。